あ、これね。これ持ってますよ。メタコミセラピーね、聞いて。これなんかね、会話するゲームなんですよ。このね、表示されてるキャラクターとね、会話ができるんですよ。文字でね。はい。文字でこう、会話できるゲームで。しかもね、僕がこう、話したこととかね、全部このキャラクターが全部覚えてくれるんですよね。賢いんですよ、めっちゃ。で、本当にね、人と会話してるみたいに会話できるんですよ、このゲーム。すごいなと思ったんですよ、当時ね。で、ちょっとハマってた時期がありましたね。本当にね、人と会話してるみたいな感じで会話できるんで。まあ、ある程度パターンありますけどね、会話のパターン、向こうはね。でも、本当にね、なんか、友達がいるみたいな感覚になるんですね。これ結構ね、新鮮でしたね、当時はね。はい。あれですよね。シーマンの、みたいなもんですね。シーマン、まあ、育てるわけじゃないですけど、これはね。これ、話せば話すほど、この人は全部賢くなっていくんですよ、どんどんね。はい。シーマンは本当に喋る、会話できましたけどね。僕はシーマンも一時期ハマってやってましたけど、ドリームキャストでね。はい。みたいな感じですね。会話を楽しむゲームですね、これね。はい。で、自分で好きな趣味とか全部ね、相手に、こう、知らせて、まあ、登録していけば、それについての趣味に関する話とかもね、してくれたりとかですね。はい。なかなかね、これ、斬新だったですね。